動画、9.7、ジャニーズ会見裏話、PR 会社の仕切りで4時間長に、なぜかファンがホテルに来なかった、芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。で、9月7日に、ジャニーズ事務所が会見を行った。会場の様子について、芸能取材の水も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。 芸能評論家三す部、いか三みすぎ、記者会見を開いて、4時間12分にも及ぶ長丁場となったんですけども、安倍さんは行かれてたんですよね。芸能リポーター、安倍霞すみ、いか都内のホテルのとても規制が必要で非常に限られて、一社何カメとか何人までとかというような規制があった中でも、会場に入ると、4段くらいのカメラの置く場所があって、 ざっと数えて、申請の段階では ENG は42台だったんですって。られそれプラス、スチールカメラっていうのも、同じくらいの人たちがいらっしゃって記者がいて、というようなところで、報道陣が200とか300とかっていう報道になってますけれども、ちょっと数えきれなかったので、どっか PR 会社とか入ってたんですか,ですか安倍 PR 会社です。 ちょうどこの会見のリリースは、ジャニーズ事務所で来てたんですよね。記者会見の内容はね、会見のリリースは、一切経ちませんからっていうことで、PR 会社に頼みましたからっていう風うに言われて、芸能ジャーナリスト佐々木博之、以下佐々木補足しますとですね、12ブロックの12列ずつの横12列が3ブロックですよね。 後ろが26プラス11だから 37×12。12